香港の日本が危ない。海外の和食店が風評被害に苦しんでいます。チムサージョイにある博多道場のマネージャー丸山です。この度の東日本大震災で被災された東北の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。香港でも、原発の風評被害でお客様が減っておりますし、日本の食材が安全であるということが、香港の皆様に伝わっておりません。ぜひ香港にお立ち寄りの際はチムサージョイにある博多道場にお越しください。当店博多道場では九州料理炭火串焼きをコンセプトに、九州から取り寄せた新鮮な地魚、そして実品調炭で焼き上げた美味しい串焼きをご用意しております。ぜひよろしくお願いいたします。香港も頑張ります。